幸福節。幸福節とは、幸福を記念する各国の祝日、または記念日であり、韓国においては、毎年8月15日が、祝日に定められている。韓国語辞書においては、幸福という単語は、奪われた主権を取り戻すという意味を持つとされているが、大韓民国、韓国においては、朝鮮総督府による幸福文書調印やアメリカ軍による軍勢と、関係なく、 1945年8月15日に朝鮮が日本の統治から脱死自主独立を取り戻したとされているため、8.15降伏、8.15降伏とも表記される。なお、朝鮮が日本の統治から離脱した出来事について、あくまで史実は創始国日本の戦争敗北によるソ連軍の占領によってもたらされたわけであるが、近日生が 公日革命闘争を勝利へ導くことでもたらされた偉業と認識している朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮では幸福という単語を用いず祖国解放と表現しているそのため北朝鮮でも8月15日は祝日になっているがその名称も解放記念日としている本来光が服する戻るという意味の単語である幸福が 朝鮮の日本統治からの離脱、解放という朝鮮史上の出来事を意味するようになった理由について、韓国民族文化大百科事典は次のように解説している。上記のような考えから、大韓民国政府は1949年10月1日制定の国民の祝日に関する法律で8月15日を幸福節という名で祝日に指定した。しかし、この時点で、 幸福、幸福説は、韓国政府の公式用語になっておらず、朝鮮の日本統治離脱を主体的に捉えて、幸福と呼ぶか、受動的に捉えて、解放と呼ぶか、韓国内でも意見が枯れていた。その後、幸福、幸福説が韓国における、公式名称となったのは、1994年3月に、金ヨンサム大統領が大統領令14,185号を、 幸福50周年記念事業委員会規則を制定してからである。なお、幸福節当日には独立記念館で、大統領府主催の中央継縮式が、第一級行政区画、同、市単位で、地方継縮行事が催されている。また、幸福会会員に対する優待措置の一環として、幸福会会員と、その同伴家族には、韓国の鉄道、バスの運賃無償化と、 や公園への入場料免除が実施される韓民国韓国では、朝鮮が日本から主権、独立を取り戻した日を1945年8月15日と認識しているが、実際に朝鮮人が独立国家で主権を行使できるようになるまでには、連合国の占領行政下で3年にわたる右与曲折があった。朝鮮半島は、 韓国併合、1910年以来、日本、朝鮮総督府の統治下にあった。だが、1945年8月15日、連合国の発したポツダム宣言を日本が受諾して、降伏することが発表されると、玉音放送、一般の朝鮮人にとってそれは、第二次世界大戦の終結のみならず、朝鮮の日本による統治からの解放。 幸福を意味するものであることが確実となった。同日、朝鮮総督府政務総監の遠藤隆作と朝鮮独立回復運動家の両運協との会談が持たれ、日本側からの条件では日本人の安全及び財産保全、朝鮮側からは政治反射法や食料確保条件が出され、行政権を朝鮮総督府から朝鮮側に移譲されることで合意が得られ、 同日発足の朝鮮建国準備委員会に異常されることとなった。翌日の8月16日、ラジオ放送で行政権の異常を発表5000人程度の公然集会で両運協が報告する。朝鮮は民族解放の喜びに沸き立ち、各地で日照旗が下ろされ、朝鮮王朝時代からの国旗である大極旗が掲げられたと言われている。政治犯多くが 共産主義者であったの大半が、日本本土では10月10日まで釈放されなかったのに、対し、朝鮮半島ではその多くが8月16日と8月17日に釈放され、8月17日には朝鮮人部が焼き打ちされた。朝鮮の解放を受け、朝鮮半島の様々な地域で共産主義者による人民委員会が自然発生的に結成されたとも言われている。 9月2日、日本及び連合国各国は、幸福文書、休戦協定への調印を行った。連合国側は、ヤルタ会談に基づき、朝鮮半島を米がソ4カ国による、新宅統治下に置く計画を持っていたが、結局、北緯38度線を境とした、アメリカ合衆国及び、ソビエト連邦の南北分割占領に至り、朝鮮のその後の歴史に、 大きな影響を与えることになった。米ソによる占領。を米ソはもともと互いの軍を朝鮮に進駐させる計画だったが、戦後処理を北緯38度線の南北で分担することなどを決めているに過ぎなかった。しかし、アメリカはソ連が朝鮮全土を占領することを恐れ、急遽北緯38度線を境に半島南半部を米軍。 半島北半部をソ連軍が分割占領することでソ連と合意した。米軍による日本本土占領やソ連軍による東欧諸国への占領に比べると朝鮮占領については米ソととも準備が足りず、両国軍が朝鮮の内情を把握していなかったことや占領政策が一貫しなかった子は特に主要都市であるソウルで大きな政治混乱を生む一因となった。 このことは、その後の大韓民国及び、朝鮮民主主義人民共和国の建国による南北分断のみならず、両国内のその後の政治にまで大きな影響を及ぼすこととなった。ソ連軍は、アメリカ軍より早期に朝鮮への進駐を開始し、8月24日、環境南道観光に到着したが、朝鮮半島北側の中心都市が平壌であることを知ると、 平壌んやへ交代した。8月26日までにソ連軍は平壌んやを完了し、ソ連側占領軍は朝鮮総督府の行政機関の存続を認めると布告したが、このことが朝鮮人の不況を買い、また実際に行政機能が失われていることを知ってレをすぐに取り消した。これらの経緯もソ連軍の難化が早すぎ、準備不足であったこと物語っている。 ソ連軍は、在祖朝鮮人、ソ連生まれの朝鮮人を投入して、占領政策を遂行しようとした。9月19日には、ソ連領内に退避していた、金日成後の朝鮮民主主義人民共和国主席ら元、満州パルチザンたちが山に到着したが、彼らは各地に分散しすぎたり、地元の共産主義者と対立するなどして、政治的主導権を得ることに失敗し、あらかじめ、 ソ連と取り決めた役割を担うことができなかった。以降、近日世の権力基盤が安定するまで38度線以北では激しい権力闘争が続いた。9月7日、アメリカ軍がソ連に遅れて進駐を開始し、9月11日アメリカ占領軍は38度線以南で軍勢を敷くことを宣言した。朝鮮人は当初、日本からの解放者としてアメリカ軍の進駐を喜んだ。 しかし、ソウルではすでに独立国家建設を準備する組織が誕生していたことも手伝って、アメリカが軍政を宣言したことや、朝鮮総督府が残した行政機構、警察機構及びその辞任を引き続き運用たことが大きな反発を生み、ソウルの政治情勢は乱戦模様を呈した。米ソによる分割占領は固定化され、1948年になると、 38度線以南ではアメリカによる軍政が終了し、8月15日に大韓民国政府の樹立が宣言され、同年9月9日、38度線北において朝鮮民主主義人民共和国の建国が宣言された。これにより、今日まで続く朝鮮の分断国家としての歴史が始まることとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。